デュアネル・エレン・ミー・サンチェス・ロザリオは、ドミニカ共和国、コツ出身の元プロ野球選手、ウトウ右ギウチ。1996年8月30日に、アマチュア FA 選手として、アリゾナダイヤモンドバックスと契約し、ドミニカサマーリーグで、プロとしてのキャリアをスタートさせた。2002年6月14日の、デトロイト・タイガース戦で、メジャーデビューを果たし、1回を無失点に抑えた。 2002年7月6日にマイク・フェターズとの交換トレードでピッツバーグパイレーツへ移籍した。2003年はほとんどを 3A で過ごすこととなり、2002年と2003年を合わせた成績は15試合当番で1勝、防御率は12.75だった。2003年11月20日にウェーバーでロサンゼルスドジャースへ移籍した。2004年は67試合に 当番、80回を投げ防御率3.38と、成功を収めることになる。2005年8月には故障者リストに入っていた、クローザー、エリックが2への代役として8セーブを挙げる。2006年1月4日、スティーブ・シュモルと共に、ジョザヨート・ティム・ハムラックの交換要員として、ニューヨーク・メッツへ移籍。開幕前の3月に、第1回 WBC のドミニカ共和国代表に、 選出された。シーズンでは、開幕から15試合18回連続無失点と、クローザーのビリー・ワグナーへ繋ぐセットアップの役目を果たした。だが7月30日、マイアミで乗っていたタクシーが、飲酒運転者の車にぶつけられる事故に、愛負傷してしまう。この事故によって、右肩を脱臼してしまい、シーズン絶望となってしまった。トレード期限ギリギリの出来事だったためメッツは、 ロベルト・ヘルナンデスを獲得することになる。2007年1月8日サンチェスは、メッツと1年85万ドルで再契約した。しかし、春季キャンプ中に再び右肩を痛め、結局この年は全休することとなった。2009年3月10日に解雇された。2009年3月15日にサンディエゴ・パドレスとマイナー契約を結んだが、5月15日に放出された。 2010年はカナディアン・アメリカンリーグのサセックス・スカイ・ホークスでプレー。2011年4月11日にアトランティックリーグのロングアイランド・ダックスと契約した。ありがとうございます。